はい、どうも、ヒルサガイのジャマイカです。ということで、今回はですね、知りたいを形にする返答編の第26弾の方、やっていきたいと思います。ということで、今回は何をご紹介するのかと言いますとですね、はい、こちら、見ての通り、ショットガンです。はい。ショットガンがですね、今回は確実に上手くなる動画というものをお届けしようかなと思っております。まあ、確実に、これをね、今回ご紹介することをまあやれば、まあ、確実に上手くなるのではないかなと思います。これでね、上手くなれねえよって言ってる方は多分ね、この今回動画で紹介したことをやれてませんのでね、まあ、今回紹介したことは全部やっていただけたらありがたいかなと思います。はい、ということで今回まあご紹介しますのはですね、まあ、ショットガンのまあ上達方法ではあるんですけども、まあ、いろいろね、ショットガンについて多分皆さん知らないような仕組みとかもまあございますのでね、まあ、いろいろ多分あると思いますので、そちらの方もまあ紹介しつつ、まあ、ショットガンのまあ上達する練習方法なども紹介していけたらいいなと思っております。ということで早速、皆さんいきますよ。せーの。やっていこうじゃないかということで、いきましょう。はい、ということで、まずですね、ショットガンの仕組みをですね、皆さん多分知らないことはあると思いますので、ちょっとご紹介いたします。はい、こっち中心に合わせております。こちらはですね、まあ、この形を覚えていただきたいんですけど、まあ、見ての通り、こちら、三段銃補正器というものをつけていない状態がこちらになります。まあ、この状態で撃ちますと、まあ、こんな感じですね。まあ、この緑の枠の範囲内で弾が飛び散るという、ランダムで飛び散るという仕組みになっております。はい。これがですね、実は、これ皆さん知らない方いるんじゃないでしょうか、こちら。補正器つけてみますと、はい。わかりますでしょうか。こちら先ほどよりも、この緑の枠が小さくなっているんですよね、これ補正器をつけることによって。まあ、つまりですね、弾のまとまる可能性、まとまり率っていうのかな集団性ですね。はい。が上がっていくんですよね、これ補正器をつけることによって。まあ、書いてあると思うんですけど、まあ、このように、はい。この緑の範囲内で、この弾が飛び散るという、ランダム飛び散るという仕様ですので、こちら、まあ、より敵に当てやすくなるということが、まあ、わかりますね。だから、まあ、これは、まあ、とにかく、あったらつけた方がいいですよっていう感じですね。まあ、ショットガン使いになるためには、これは、まあ、必須になるんじゃないでしょうか。はい、そしてですね、こちら、さらに、この弾の集団率を上げる方法としまして、まあ、これは基本なんですけど、このように、このアイアンサイトを覗くということがあります。こちらはですね、この緑の枠、今このぐらいの範囲なんですけども、こちらアイアンサイトを覗くことによって、この黒い、なんて言うんですか、この黒い丸の部分まで収めることができまして、これも、この飛ぶ範囲、ショットガンの集団率は、このアイアンサイトの枠の中、アイアンサイトの枠の中の部分までになりますので、まあ、さらに集団率が上がるということになっております。はい、まあ、ということでですね、まあ、集団率の、まあ、この、なんていうか、加減っていうのかな、集団率の加減は、まあ、とりあえずまあ補正器なしの普通の腰打ちみたいなものが一番やばい、一番当たりづらいもので、こちら補正器をつけたものが若干こちら集団率は上がる、ちょっと的が的というか、まあ、なんていうんですか、この照準が小さくなりますので、こちら集団率が上がるということになっております。で、そして最後に、はい、こちらスコープを覗くことによってさらに集団率を上げること。で、こちら補正器を外してスコープを覗いて打つと、まあ、これはどうなんですかね補正器いるんかな、これ。これ補正器いるんかな、これ。なんかいらなくないか。はい、これが補正器なしのアイアンサイトを覗いた状態。まあ、こんな感じですね。で、補正器ありのアイアンサイトを覗いた状態が、まあ、こんな感じ。ただ若干まとまってんのかな、若干まとまってんのかな、まあ、わかんないけど、それわかんないけど、まあ、とりあえずね、まあ、補正器はつけた方がいいですよというお話ですね。はい、ということで、続きましょう。はい、ということで、続きましては、まあ、皆さん気になっていたのではないでしょうか。ショットガンをうまく当てるコツ、敵にうまく当てるコツというものをね、次はご紹介していきたいと思います。まあ、こちらはですね、まあ、結構、まあ、いろんな人がなんか、キル集とかで、まあ、見るショットガンって、だいたいなんか、これ敵がいて、なんか、ジャーンみたいな感じで。ちょっと当たんないんだけど、ジャーンみたいな感じで、こうやって、声でかいね、これね。こんな感じで、なんか、あっち行ってなんかこのカメラをなんか、シャーンってやってる。こういうやつよく見るんじゃないでしょうか。まあ、ただね、こんなことやる意味ないので、皆さん、ショットガン上手くなりたいのであれば、まあ、この右画面はね、あんまり動かさなくていいんじゃないかなって僕は正直思いますね。まあ、例えば敵がね、まあ、敵が例えば通り過ぎちゃって、やべえってなった時にこうやってぐるんって回して、右画面ぐるんって回して、こうやってダーンって打ったらわかるんですけど、まあ、これ実際右画面あんまりショットガンの場面使いません。ということで、はい、うまく当てることをご紹介いたします。まあ、基本的にはね、この左側のこの移動がね、一番大事になってきます。移動ってね、やっぱり、この、照準を、この、ちょうどよく合わせるために必要なんですね、これ。
この移動が、やっぱり、この移動が、この移動が大事なんですよ。で、この移動が右画面を動かすよりも大事になってきまして、この移動で主に合わせていく。移動で通り過ぎるときに合わせていくってことが大事なんですけど、まあ、これがね、まあ、基本ですね。これがまずショットガンの基本。この移動だけ、右画面僕触ってないので、この移動でとにかく合わせて撃っていくって感じですね。まあ、これがまず基本となりまして、まあ、ただ、この移動だけだと、だから敵をね、この左画面の端っこで、まあ、見つけたけど、こうやって合わせていって撃ってると遅いじゃないですか、これ。遅くなってしまうので、この移動プラス右画面ちょっと触ることが必要になってきます。で、具体的に、まあ、どのようにこの右画面を使っていけばいいのかと言いますと、まあ、例えばね、この左側にね、この的が敵だと思って、例えばこの左側ね、画面左端に敵が映っているとしましょう。ただね、こうやって移動するとちょっと遅いので、こうやって右画面も使いつつ、左側に敵がいるときは、画面を左側にずらしながら、移動も左側にしていくという感じでいきます。こうやってこうやると素早くね、敵にエイムを合わせることができるんですよね。まあ、結構ね、いろんな武器、どんな武器でもこれ基本同じなんですけど、まあ、特にショットガンの場合特にこれが役に立つんじゃないかなと思います。左側に敵がいるときは移動ボタンを左に倒しつつ、画面も左にやって合わせていくという感じですね。敵がいたら、まあ、左に当たんないけど左側に左側に合わせていくという感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。まあ、これが一番楽ですかね。まあ、このようにね、このアイアンサイトを覗くよりもこの腰打ちでまあやった方が楽っちゃ楽ですので、まあ、これがね、ショットガンをよく当てるコツになるんじゃないかなと僕は思っております。はい、まあ、逆にね、まあ、右側に敵がこのようにいるんだったら右側に合わせつつ、このように前行ってやっていくといいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね、これ右と左ね、若干難しい方とか多分出てくると思うんですよね。まあ、僕は若干左の方がやりやすいかなって感じですね、こっち。左に敵がいる時の方がやりやすいので、まあ、右側、まだ練習必要かなと思いますので、まあ、僕も右側練習していこうと。弾出ないね。右側練習していこうと思います。はい、ということで、まあ、練習方法ですね、練習方法。ショットガンが上手くなるための練習方法はですね、まあ、今言った僕のショットガンがまあ上達するコツみたいなものを頭に入れた上で、まあ、このボットであったり、まあ、的であったりですね、に素早く、このエイムを当てて、打てるようにしていくってことが、まあ、大事になるかなと思います。まあ、僕もさっき言った通り、このね、いつもさっきから左の練習ばっかりしてるんですけど、まあ、右側にね、やっぱ、当てていく練習も必要になるんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ、僕もね、これを練習していくんで、皆さんもぜひ、やってみてください。よし。はい、ということで、続きましてはですね、ショットガンが上手くなるために心がけることですね。まあ、若干立ち回りの部分になってしまうんですけど、まあ、ショットガンって、例えばね、この敵のね、この、半分照準がずれていると、ちょ、死んだな。まあ、とりあえず、的から半分照準がずれていると、これね、たまに死なない時があるんですよね、これ。敵に弾があまり当たらなくて、ランダムなのでね、敵が死なない時があるんですよ。まあ、だから、まあ、正確にね、全部弾を当てられることってなかなか少ないですし、一発で死ぬことってのも、まあね、結構近い距離じゃなきゃなかなかないので、まあ、これね、一発で死なないということを意識して戦っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、例えば、あそこに敵がいる、さあ、近づいて撃つぞってなって、このように近づいてって、ダーンって言って、まあ、これで敵死ななかった時、これ僕、撃たれ放題じゃないですか、ここにいたら。ここにいたら撃たれ放題になってしまいますので、なるべく一発では仕留められないという意識を持って戦っていくといいんじゃないですかね、ということで。はい、撃ちました。引っ込みます。はい、撃ちました。って言って、一発撃ったら引っ込むっていう感じで立ち回っていくとなかなかいいんじゃないかなと思います。まあ、ショットガン一発で死なないことが多いですので、まあ、これはもう立ち回りとして重要な考える要素となるんじゃないかなと思います。はい、ということで続きましてはですね、ショットガンの種類ですね。何のショットガンを使ったらいいんだと悩んでる方は、まあ、いらっしゃるとは思います。ということで、まあ、ご紹介いたしますと。で、はい、こちら、まあ、種類的にはこちらの今落ちてる M88C。拾えないですね。まあ、拾えた。M88C と、こちら SK12。そうですね、こちら M860 という、まあ、さっき映った武器があるんですけど、まあまあこれ特徴はまあ皆さん知ってる通り、まあ、自分で見ていただけるとありがたいです。はい、こちら M860、まあ、5発撃てるやつですね。まあ実際にまあ使うべきなのはまあ何でしょう、ショットガンの慣れに関係してくるかなと思います。まあ例えばですね、こちら5発撃てる M860 という武器なんですけども、こちらですね、こちら5発撃てるんですけど、こっちのね M88C という武器。こちらは、まあ、2発なんですよね。まあ、なんかうまく、まあ、実はね、ちょっとなんかこれ、グリッチなのかな、わかんないけど、これ一発ってリロードすると、
スルーハズになるっていうね皆さん知ってるとは思うんですけど、グリッチかわからないのでちょっとこれどうなのかわかんないんですけど、まあいいや、とりあえずはい、こちらの武器を使う方はですね、まあ、なるべくショットガン慣れてきてる人がおすすめかなって思いますね。ショットガンに慣れた人がおすすめかなって思います。なんでかって言いますと、こちらに補正器をつけることができないんですよね。補正器をつけることができないので、まあ、腰打ちで打つのはね、なかなか弾が当たりづらいんですよね。だから、まあ、腰打ちで打つのであれば、まあ、補正器のつけられる武器、まあ、M860 の方がおすすめかなと思います。まあ、こちらですね、覗いたら、まあ、さらに集団性が上がるということなので、まあ、覗いたら強いという武器が M88C になりますね。まあ、しかも、ま、先ほど言った通りね、弾数が少ないので、まあ、確実に当てていかないと敵を倒すことができないんですよね。まあ、だから、ま、先ほどのショットガンの撃ち方の通り、左側に敵がいるんだったら、移動も、画面も左にやって、合わせて、こうやって、弾出ないね。って合わせて撃っていくってことが大事になるかなと思います。はい、そしてですね、こちら、今まで触れてなかった SK12、まあ、よく俗に言うなんかサイガって言われてるらしい武器なんですけども、まあ、こちらですね、完全に腰打ち武器となっておりまして、スコープっていうかもうアイアンサイト覗けないんですよね。まあ、だから、完全に腰打ちをしていく武器なので、腰打ちの方が得意という方はこちら使うべきかなと思います。まあ、しかもね、結構連射力が速いので、このように、まあ、一発で敵が死ななかったとしても確実に仕留めることができるということなのでね、なかなか強い武器なんじゃないかなと思います。まあ、ショットガンにまだ慣れてないよという方はですね、こちらのサイガショット SK12 使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ショットガン慣れてなくて、スコープ覗くのも、なんか、アイアンサイト覗いて撃つのも苦手だなっていう方は、この武器使っていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、この辺は好みかなって思いますね。まあ、ただ、この M88C や M860 といった、まあ、連射できない武器、まあ、連続でダンダンダンって撃てない武器よりも、まあ、火力面で多分劣るかなと思いますので、まあ、そこはね、まあ、2発で仕留めるという意味を込めて、なるべくこれは連打してダンダンダンって必要があるかなと思いますので、ぜひこちら使うときはなるべく連打して打ってみてください。はい、ということで、まあ、僕がおすすめするショットガン、まあ、先ほどの紹介した通りになるんですけども、まあ、こちら M860 というものが、まあ、一番総合的にいいんじゃないかなとは思っております。まあ、サイガか、まあ、こっちで、まあ、初心者の方は迷うと思うんですけど、まあ、それはまあ使い方次第、使いやすい方を使っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、僕が総合的におすすめするのは M860 という、まあ、5発撃てて、まあ、しかも火力も高いし手段性も高いというこちらのショットガンおすすめいたします。まあ、見ての通りこちら M860 このぐらいの緑の枠覚えておいてください。これ照準ですね、大きさこんなんですけど、 M88C に武器を切り替えると、はい、見ての通りシュワンって広がりましたよね。はい、こちらね、やっぱりこの腰打ちで、まあやっぱり撃つこともあるとは思いますので、まあ、瞬時に覗くことってなかなか難しいんですよね。このホロサイトじゃねえや、アイアンサイト、瞬時に覗くことって難しいので、やっぱり手段性腰打ちでも高めなこちらの M860 の方がおすすめになるかなと思われます。はい、ということで最後になんですけども、まあ、こちらちょっとかっこいいショットガンの撃ち方みたいな感じの紹介になるのかな、わかんないけど、まあ、こちらリーンをしながらショットガンを撃つことによってですね、やっぱりこのヘッドショットを敵が撃ってきてる時にヘッドショットをまあ回避するっていうやり方もまあありますのでね、こちらショットガン撃つとき、この右左リーンを駆使したら、まあ、よりね、より敵を倒しやすくなるんじゃないかなと思いますね。まあ、先ほどね、立ち回りで、まあ、一発撃って死なない時のことも考えて、まあ、ショットガン撃っていく必要があるとは言ったんですけども、まあ、このようにヘッドショットを回避しながら撃つことによってまあまあ勝つ確率は上がります。まあ、ただちょっとかっこいいやり方ということなので、まあなんでしょうねまあこれで勝てるとは言い切れないんですけども、まあ、ちょっとかっこいいショットガンの打ち方したいのであれば、まあこういうこともまあやれるのではないかなと思いますので、まあ、もしねちょっとこういう練習もしたいのであれば、こういう風に倒したいのであれば、皆さんぜひ練習してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、まあ、絶対に上達するショットガン講座の方終わっていきたいと思うんですけども、まあ、もし、ね、役に立ちましたらチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。まあ、ということでね、最後にですね、まあ、ショットガンで、まあ、ちょっといい感じにキルできた、まあ、これ実践の部分もやっぱり必要だと思うので、ショットガンで結構キルできたシーンを載せておきますので、まあ、そちらも参考に、まあ、そちらも参考にね、先打ちされてもショットガンで勝つシーンとかも載せておきますので、まあ、ぜひ最後まで見ていただけるとありがたいです。ということでご覧ください。どうぞ。
ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画アップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。